友人のフランク・モリスのことだ。彼の息子は18時間労働のシフトを続け、過労で命を落とした。フランクは悲しみに我を忘れ、労働者の権利を守ろうとしない政府を責め、憎んでいるのだ。彼の怒りはもっともか。だが行き過ぎてしまうことが心配なのだ。彼はニトログリセリンを盗み、国会議事堂を襲撃する計画を立てている。人々を殺し、建物を破壊しても何も解決しない。社会主義の理想を実現する唯一の道は民主主義なのだ。頼む、彼が罪を犯す前に止めてくれ。今まさにシティ・オブ・ロンドンへ向かっているはずだ。どう、ゆっくり。やれやれ、モリスが来る前に何とかしないと。マルクスに言われてきた。今は静かにして。邪魔するな、マルクスも、お前も。どうどう。いや、どうすりゃいい。犬だって蹴られりゃ噛み返すぞ。指図されるのは嫌いなんだ。行こうか。今日は記念日。その調子だ。落ち着け落ち着け。おもちゃを奪われて怒ってる連中さ。やつらを始末しないと動けないぞ。しまった。これで満足か。いや、全然。あの馬車の居場所を知ってたな。何週間も奴らの輸送経路を追跡してたんだ。あの荷物の行き先を教えろ。それなら準備できたらサザークに来てくれ。お前を家に持って帰って犬の餌にしてやろうか。